材がだいぶ減ってきてるな。缶詰でも食べるか。これが何連のレーション？いや、ロレンのだ。でも結構満腹感が続く。ミッドエージェントの間では好評だぞ。缶詰ならそのまま食べればいいんじゃない？熱々の方が美味しいだろ。加熱すれば味も食感も良くなる。へえ、そうなんだ。調理で缶詰の癖がほとんどなくなってる。まあ合格だよ。気に入ってくれたならもっと作ってもいいぞ。もうお腹いっぱい。いや、今後ってことだけど。今後ね。その時まで生きてたら考えとく。本当に料理が好きなんだ。ガキの頃から一人暮らしだったからな。食事は欠かせない。気づいたら食材が料理になる過程が楽しくて仕方ないんだ。作ってあげる人はいなかったの？フィリップ先生とヘレナ先生の息子だし待遇はいいはずだけど。俺が自分で作りたかったんだ。もう俺にしか再現できないんだ。家の味、母さんの味を。ヘレナ先生の料理もこんな味？多分記憶を頼りにしてるから再現度がどうかは微妙なんだ。もう一食分作って、もっと味見したい。おお、任せろ。
研究室の近くまで来た。そっちは？身を隠せそうな高台を見つけた。今は撤退時に使うタレットの準備中だ。さすがね、モンド。こっちも合流地点を探しておいたわ。あれ、おかしいわ。この基地のセキュリティシステムは粘土みたいに脆い。まるで誰かが私たちのためにお膳立てしてくれたみたい。その通り、お前さんたちのために準備してやった。信号塔で気づくべきだったな。近距離通信が傍受されてる。この声は…モンド、生きていたんだな。カール隊長。ああ、俺だ。これは嬉しい誤算だな。俺の勘違いでなければ、このチャンネルから聞こえる3人目の声は…はん？ジェフティ、任務目標のジェフティです。何？おお、名前を教えたのか。この作戦中、散々嫌な思いをしてきたからね。あの攻撃を受けながら目標を回収できたとはな。モンドは生きていて、作戦目標も確保済み。それに他佐のアテナもいる。なのになぜまだ撤退しておらんのだ。話せば長くなりますが、簡潔に言いますと、ジェフティの妹がまだ基地にいるので救出しなければなりません。何を言ってる。それは規律違反だ。我々が護衛すべき目標を許可もなく危険にさらし、万一その身に何かが起これば誰が責任を取るのだ。アテナ、お前さんがいながらなぜこんな勝手な真似を許した。作戦行動にもある程度柔軟性が必要かと。他佐で一番の堅物のお前さんが柔軟とはな。私がお願いした。ここから脱出する前に妹を救出してほしいと迫ったの。妹の名前はリゲル。私と同じ完全免疫体。ケンプフェイとは話し合い済み。何？完全免疫体が他にもいるなんて聞いてないぞ。今聞いたでしょ。お前さんの妹とやらも同じ完全免疫体ならば、ロレンに渡すわけにはいかん。話が早くて助かるよ。カール隊長、どうしてここに。てっきり待ち伏せされた後に。すまん、大佐に救援部隊を送りたいと要請したんだが、もっと重要な任務があると。もっと重要な任務？それは一体何ですか？知らない方がいいこともある、モンド。忘れたのか。申し訳ありません。ここまで来た以上後戻りはできん。とにかく急げ。30分後に空爆を要請し、ここを破壊する。俺のせいでお前さんのウィジンを台無しにしてしまったら申し訳が立たんからな。あんたに航空支援を呼ぶ権限があるの？そうだ。よし、昔話の時間は終わりだ。完全免疫体というのなら俺も手を貸そう。アテナ、基地のネットワークに穴を開けておいた。迅速に肩をつけろ。了解。モンド、終わったらこの座標へ来い。合流して撤退する。了解。隊長がいれば安心です。そしてジェフティのお嬢ちゃん。何？お嬢ちゃんにとっても我々にとってもお前さんの生存こそが最重要事項だ。多くの犠牲の上に今のお前さんがいる。忘れるな。もちろん理解している。カールが出てくるなんて思わなかった。悪い方に転がらないといいけど。安心しろ。カール隊長はこの20年もの間一度も任務に失敗したことがない第6局のエースだ。隊長がいればリゲルも無事救出できるに違いない。カールの手腕は私も保証するわ。それに航空支援を要請できれば敵の大部隊と遭遇してもなんとかなる。そうね。じゃあ撤退ルートはモンドに任せる。私もすぐにリゲルを助け出すから。ああ、任せてくれ。それからアテナ、実験室の監視カメラ映像にはアクセスできる？カールのおかげで基地内のローカルシステム全てにアクセス可能よ。よかった。研究室の内部は確認できる。リゲルはそこにいるはず。待って、今検索してみる。ダメね、全貌が見えないわ。
そのあたりの監視カメラの位置が調整されちゃったみたい。何箇所か死角ができているわ。ここ軍事基地よね。なんで死角があるわけ？どうやら当たりみたい。私の知ってるあいつは誰からの監視行為も許さない。やっぱりここにあいつが。あいつ？何でもない。いいこともある。監視カメラがないならこっちも発見されるリスクが減る。あとは自分次第。分かったわ。私が着くまで待ってて。一緒に行く。私がいれば電線は楽になるはずよ。分かった。状況は？警備がほとんどいない。まるで私たちが来るのが分かっていたみたい。あいつの考えそうなこと。そのあいつって誰なの？あんたもきっと知っているはず。あいつは自分のことをウィリアムと呼んでいた。ウィリアム？ロレン中央遺跡研究局の局長代理？そう。シュライクを生み出した張本人。あいつの手は血で汚れている。ウィリアムはロレンにおける最重要危険人物の一人。まさかこんなところにいたなんて。ウィリアムは他人を信用しない。自分が認めた人間以外研究室に入れたりしない。空っぽのビル、無意味な監視カメラ、そしてリゲルの反応。あいつは絶対ここにいる。パールの任務もあいつ絡みかもしれないね。聞けば聞くほど罠に思えてくるわ。私もそう思う。けどリゲルの周りに人の気配は感じない。分裂素体はどう？活動の形跡がない。人形部隊が待ち伏せしている可能性は？ウィリアムは以前人形に腕を折られたことがある。それ以来人形に対してトラウマがあるから絶対に使おうとはしない。もしかしたらあいつ、私たちがこれほど早く戻るとは思っていなくて、リゲルの回復を待っているだけかも。今度こそきっといけるって顔ね。いや、ウィリアムがこんなミスするわけ。アテナ、私を信じてくれる？あんなの見せられたら信じるしかないでしょ。ありがとう。ごめんなさい。どうしたの、いきなり。基地に潜入するなんて無謀な要求に力を貸してくれた。あんたもモンドも私のためにいろいろしてくれた。でももうあんたたちが傷つくのを見たくない。早くリゲルを助け出したいけど、人の気配がないのが気になる。罠かもしれない。ウィリアムのことだし、きっと最も卑怯な罠だよ。ジェフティ、だからここからは私一人で行く。何があるかは未知数だから。本当に罠だったとしても被害に遭うのは私一人で済む。あなたの妹を助けるって約束したわ。自分だけが修羅場をくぐり抜けてきたとでも思ってるの？私はモンドみたいな新兵じゃないわ。見くびらないで。でもあなたがウィリアムに捕まることは任務の失敗を意味するわ。それなら死んだ方がマシ。完全免疫体なんでしょ？自分の価値を自覚しなさい。もしウィリアムがあなたの力を使って遺跡を起動させたとしたら、それは南極の敗戦を意味するわ。絶対にそんなことはさせない。それに電子ロックがかかっていたらどうする？ノックして開けてもらうつもり？確かに失敗したら終わりだし。行こう。ウィリアムが何を企んでるか暴いてやる。何か見つかった？まだ何も。おかしい。罠どころかリゲルもウィリアムの姿もない。残るはあと一部屋よ。油断しないで。うん。これはバイオポット。しかもこんなに。誰もいないわね。まさかみんな寝てるってオチ？そんなのありえない。でもチャンスなのは間違いない。リゲルはきっとどれかのポットの中にいる。探さないと。リゲル！この中にいるのがあなたの妹。そう、早く開けないと。
ここに制御パネルがあるわ。あなたの妹が入っているポッドにアクセスできるかも。システムロックされてる。ファイアウォールを解除しないと。おかしい、分裂素体が逆探知してこない。あなたの対策が効いたんじゃない？向こうが反応しないならその分時間を稼げるわね。何事もなかったかのようにあなたの妹だけ救出できるかも。そんなにうまくいくの？とてつもなく難しい任務もあれば簡単な任務もある。いずれにせよあなたの妹は救出できる。本当によかった。あの時私もこうしていれば。アテナ、あんたの妹のこと聞かせて。ごめん、ちょっと感傷的になっただけ。忘れて。アテナさえよければ話して。分かった。なんというか、あなたと私の妹はとても似てるわ。私の妹は何事にも積極的で負けず嫌いだった。何でもかんでも私と張り合って。あの子の才能なら軍になって入らなくてもよかったのに。久しぶりに会った時も一言も口を聞いてくれなかった。あんたの様子を見れば見当がつく。まあ周りからもよく似てるって言われてたわ。私の家族はみんなめんどくさい性格なの。遺伝かもね。あの子の方が私よりずっと優秀だと分かっていたのに、面と向かって褒めたことは一度もなかった。シュガーと遭遇した時も私の前で強がって。バカみたい。ごめん。気にしないで、昔の話よ。妹の犠牲を誇りに思っている。あの子は私なんかよりよっぽど優れた軍人だった。唯一後悔しているのは生きてる間にもっと褒めてあげられなかったこと。どんな子か会ってみたかったよ。写真は持ってないわ。南極に戻ったらあなたの妹も一緒に私の家に。くアテナ、ジェフティ、お姉ちゃん。シュライク、いやリゲル、これはリゲルの気配。どうしてこんなことを。お姉ちゃん、痛いよ、息ができない、痛い。お姉、あいつこのタイミングで分裂するなんて、やっぱり罠だったんだ。目標確認。私からは逃げられないよ。
までか。